ムードの場合はあるいは独特の形っていうか、いわゆる漆の伝統の形ではない。相手が金属ですよね。だから金属に漆をっていうのは一般の方はあんまりイメージ持たないんですけども、これは相当昔、戦国時代からやられてた。例えば鎧兜、鉄のね、それに漆がちゃんと塗られて今でも見れるんですよ。蒔絵っていうのは金を巻くわけです。銀を、貝を。だから蒔絵なんですね。蒔絵、粉ずつ一本で。いわゆる下に仕込むって我々は言ってますけども、下にそういう仕事をしとく、下が宇宙みたいに見える、空間が見えてくるわけですよ。桜の花に色をつけるっていうのは、その花びらに顔料をのせていくんですね。でそれを少し少なめにしておいて、さらに漆かけるんですね。そうすると朱がなんていうかベタッと出てこないんですね。少し金粉の間に見えてくるっていう。だからそれ奥が深いのかな。だから光りながら色が見えるっていうのは、これも蒔絵の特徴なんですよ。夜光貝っていう沖縄にあります。大きい巻貝をスライスしてる、夜光る貝って書く。本当に暗いところでも光るんですよ。金もそれ光りますよ。でも違った光を出すんですね。だから竜の、角とか、あと目の玉のこの奥とか貝を使うんだよ。あと背景に使う。天満ならこの銀河みたいな夜空に夜光貝、金、いろんなものを使って星を描くんですね。蒔絵に使う漆っていうのは非常に粘り気があって、コシの強い筆が必要なんですね。日本画の筆とも違う。だからこう線が広がらない、って細い線が引けるわけです。それを一つ一つこう、重ねていく。でその上絵付けができるわけです。向こうから手前に一方方向しか引けないんですね。蒔絵の筆っていうのは横に走らせることができない。だからこそこのピンと張った線が引けるっていう。一番最後にやるのが艶出し、我々は呂色って言ってますけれども、これをやることによって透明感が出て深さも出て、で空間までこう感じれるって、それが漆黒の漆の良さですよね。もう龍に始まって桜、鳳凰、天満、菊、宝尽くし、蝶、これは古くから受け継がれた伝統的なあの図柄なんですね。それをいかに新しく見せるか。
古い例えば模様が古いわけじゃないんですよ。それ表現の仕方ですごい新しくなる。伝統っていうのは作り出すもの、技術とか考えとか新しいものをみんな求めるわけですよ。それが伝統になるんですね。